森本ひちょりは過去に円形脱毛症だったが、現在は同じ病気で苦しむ人に自信を与えたいという理由で毎日カミソリでスキンヘッドにしている。森本は高校時代食トレをしていて、嘔吐した際にサバの塩焼きを食べていたので、それ以降嫌いになった。ラーメンが大好きで、スーパーカップの 1.5 倍を考案したり、鶏白湯麺などの味を提案し販売された。新庄剛志の派手な生活に憧れて夜な夜な遊びすぎたせいで、飲食費だけで年間2000万円オーバーした。そんな新庄にテレビ番組で5000万円ほどおごってもらったと言っていたが、新庄に5000万円じゃ効かない、もっとおごったと言われた。